Okay, the world's finest assassin. Episode 2. 死んでいる私にもうリスクはないだろう。それに感情を思い出した。感情？私は生まれた時から人を殺す道具として生きてきた。自分の感情を殺し、完璧な道具として生きることを誇りに思っていた。そして悔しいと思った。ずっと忘れていた感情を。This has to be White Fox. Yeah, you think so? It kind of has to be ReZero. Lines for ReZero, yeah. Yeah. I guess that's like the ambient lighting. That's how they choose to depict the, like from this crystal right here. Instead of black lens, they go with the light source. では改めて依頼を説明します。あなたは剣と魔法のファンタジー世界に転生して勇者を暗殺してください。期限はあなたが生まれて18年後までに。これが世界の仕組み。魔法というものの定義、その時代の文化、技術、brain flood everything. Oh, sick. 知識です。大きく異なるのは魔法が存在すること。そして一部の人間は我々をはるかに凌駕する身体能力を持っている。なるほど、新しい世界は理解した。Instantly, I understand. 勇者というのは英雄のようだが、なぜ殺す必要がある？あなたが転生して16年の後、勇者は魔王を倒して世界を救います。勇者の力を使って世界を大混乱に陥れちゃうんです。そして18年後には世界が滅びちゃいます。サクッと勇者を殺しちゃってください。今もらった知識によると、人間の性能には限界があるで、人間をはるかに超えた性能を How to kill him then? つまり私は規格外の化け物を規格内の性能で殺さないといけないということか。人という枠内で勇者を殺せるのは戦士でも騎士でも魔術師でもなく暗殺者だけだからですよ。ただし私の性能を規格内の上限にしてくれ。ええ、人間における理論上最強のスペックを上げましょう。I would have it no other way, you guys. Oh boy. これが異世界に存在する人間のスキルです。Disco. 生まれる時に最大5つのスキル。Five skills are meant. Or get into it. これを5つ全部。Numerology, you guys. That's why you have to choose the date you were born. それに加えて。属性も自由に選んでいいですよ。なんなりと。女神は世界に過度な。It is disco. That's why her hand was pointed. Finger was pointed. 世界から私を転生させるのはそれに当たらないのかね。それはセーフです。たまたま魂不足でよその世界から補充して、たまたま魂の漂白が甘くて記憶と知識が残っちゃって、たまたま高性能の体でたまたま強いスキルを引けちゃっただけです。準備が整い次第始末していいのかね。ああ、それダメです。You have to wait until he saves the world, I think. Yeah, 16 to 18 years. 魔王は勇者でないと殺せないので、先に勇者を殺したら世界が滅びちゃいます。あなたは世界を救ってほしいのか、それとも勇者を殺してほしいのか。もし勇者を殺さずに世界を救えるなら、I can use his own judgment on that. もちろん世界を救ってほしいのです。勇者を殺さなくても救えるなら、それもいいですね。もし、できるものなら。わかった。この依頼。She's gonna kill you after you complete the mission. Of course, just like you died in the last yeah, world. What the hell? You'll be disposed of. That's the lot of the assassin. 12,3851 種類。それぞれのランクから一つずつ、合計5つの好きな。That's so many skills. Oh my god.勇者は30個のスキルを持って生まれる。そのうち少なくとも5つは S ランク、残りも A ランクだという。S ランクは本来なら1億分の1の確率で。But you can just pick five of them. That's sick. この中で選ぶのは超回復、体力、魔力、自己治癒力、その他、ありとあらゆる回復力が上昇する。World's finest assassin was actually a gamer all along. これしかない。Like Path of Exile, which skills do I choose? A rank は100万分の1の確率で与えられる。四季を織るもの、新しい魔法を作り出すスキルだ。魔法は100種類ほどしかない中で、このスキルは無限の可能性が手に入る。B ランクは1万分の1の確率、成長限界突破。Heroes OP. Yeah. S ランクの超回復と組み合わせて無尽蔵の体力で修練を行えば。
This guy's an optimizer, so sweaty. C rank は100分の1。この体術だ。暗殺者は特定武器に依存しない戦闘スキルが必要だ。最後に D ランクは1分の1。おや？この スキルが神は見る目が What? No! Reveal it to us! What? 地、火、風、水の基本四属性に加え、光、闇の気象二属性、合計六つ。通常はそのうち一つを持って。It's gonna be dark and edgy。上達速度が半分となるが、基本四属性すべてを選ぼう。私には超回復がある。Nice。二倍修練すればいい。これで決まりだ。So, I like how they're keeping that D rank hidden. プランは決まった。これ以上の組み合わせは見つからない。へえ。S ランクとしては地味な超回復。Lane, huh? A ランクも指揮を折るものと、他もパッとしないですね。本当、人間って面白いです。So cool. 嫌味かね。褒めているんですよ。いいでしょう。では、Let's go!Character creator's done. Very cool. 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 Like a certain other isekai hero we know. Like, has this guy ever made a lewd expression in his life?The lewdest one was right before he died. He's like, Really? Happiness? Yeah, such a shallow goal. ではルーグと名付けよう。ルーグ、いい名前です。この国にはトゥアハーデが必要だ。暗殺でなければ取り除けない病巣がある。私は嫌です。Wow. この子までルフの。Oh, they lost another. That's sad. 怖い。約束する。Guys, that's a K-selected family. Am I right? ためにこの子を育てよう。For real?私は父キアントゥアハーデ、母エスリトゥアハーデの間に生まれ。ボシェンジ。ボイス。Yeah. That was the ending already. Yeah. 転生して7年になるが、俺はまだ魔法が使えない。魔法は勇者を殺す鍵になるが、師匠がいなければ学べない。獲物が走って逃げると。体温の上昇で肉の味が落ちる。また内臓を傷つけると肉に臭みが出る。うまい肉を取るには headshot。 Yeah。 一撃で動きを止めるといい。 Rabbit with antlers。 今日はお母さんにお料理させて。獲物を取った日は僕が料理する約束だよ。母上は座っていて。ルーグちゃんが料理上手なのは誇らしいのですが、次々と素敵なアイディアを出されると母親の面目がない。 Yeah, you're never gonna get to cook for it. Oh, sad. 僕の料理はまだまだ母上にはかないません。おお、ルーグは料理だけでなく政治の才能もあるか。あん、キアンたらひどいです。アスリートのように。 He's on nutritional science. High protein diet, guys. High protein diet. 自分で料理を作り、不足している栄養を摂取する。筋肉と骨、タンパク質とカルシウム。Every mom's dream。 そして体組織の合成を促すビタミンとミネラル。低脂肪高タンパクで理想的。 Is gamey. How do you make it taste good? 香味野菜と自家製干しキノコに根菜を加えて、ハーブと一緒に圧力鍋で煮込む。何でもあっという間に煮えちゃうなんて魔法です。圧力鍋は魔法じゃないよ。 Yeah, it's chemistry, okay? 書籍だった本を読んで思いついたことを試しただけだから。気圧と沸点の関係は知っているが、それを料理に生かす発想は持っていなかった。実に誇らしい。そんな、父上も褒めすぎですよ。料理は前世で習得した。
暗殺するターゲットがいるパーティー会場に潜入するとき、料理人を装うのは有効だから。Wow. That's sick. ヤギを見るくと、ベシャメル。バターのブールマニエで作ったベシャメルソースを圧力鍋で煮たウサギ肉と野菜に加えれば、クリーム。Damn! Sounds good. What a culinary creation. 野菜の成長に必要な栄養素を一式摂取できる完璧なメニューだ。昼食にしましょう。いただきます。ルーグちゃんの特製シチューは絶品です。こんなの思いつくなんてルーグちゃんは天才かもしれません。今年の収穫祭で領民に振る舞いましょう。きっとみんな喜びますよ。母はいつも明るいし、父も表の顔では柔らかい表情を見せる。幸せな家族の風景。前世ではついぞ経験しなかった生活。生前に俺が作っていた料理の方が味はずっと上だ。I guess he's not lying. Is yeah, this is actually isn't that great. でもなぜか今日の方がうまい気がする。Awesome. ルーグ、練習場に来なさい。はい、父上。父には裏の顔がある。Yeah, he's an assassin. I'm sure your mom has another side to her as well. Yeah, exactly. How's his family gonna work? 父上、よろしい。脱ぎなさい。一の方。はい。Careful inspection, huh? All the time. 二の方。はい。三の方。はい。父は週に一度、俺の体の成長を検査する。骨格の成長。Yeah, this is a hardcore. 可動域。It's a cult too. 次の訓練メニューを決める。Oh, that's cool too. アルバン王国一の医術におけるメーカー、トゥアハーデ。Medical experts. その裏の顔は、王族からの依頼で動く暗殺者だ。貴族の病を治療する裏で、悪事を働き国に害を及ぼす者を密かに処分する。両方を操り、国を支える。Sick. 暗殺貴族。Nice. Some training. 闇が深い。俺はその父から医療技術と暗殺技術を教え込まれていた。暗殺貴族の後継者になるために。ルーグは成長が早い、回復力も高い、素晴らしい資質を持っている。 Yeah, like to the tune of an S rank recovery. 年齢的には少し早いが、ここまで育ったのならいいだろう。それでは The operation. トゥアハーデの魔眼を授ける。おお。トゥアハーデの魔眼。おお。それはトゥアハーデ家に伝わる秘伝。魔力を使った手術により視力が強化され、魔力を見ることもできる。遠くを見ることだけでなく、動体視力や心視力、暗視力も強化される。怖いか。いえ、父上の腕を信用しています。よろしい、確実な成功を約束しよう。ルーグちゃんかわいい。 Oh, that's fun. 母上、これくらい自分での。いいえ、これは母親の仕事です。 Your eyes are not ready. 渡しません。まるで赤ちゃんの頃に戻ったみたい。そうだ、久しぶりにおっぱい飲んでみません。 Would you even suggest that? 遠慮しないで、ルーグちゃんも赤ちゃんに戻った気分で。はい、母親。いや、それは楽しそうだな。 Oh my god. W mom, guys. W mom. いいんですよ。父上、助けてください。 Help me. Oh, he ran and knew where he was going. Yeah, you're right. 傷も癒えてる頃だ。はい。え、見えるの？声と音で正確な位置の補正もできます。さすがはルーグだ。療養中にも暗殺者としての技術を次々と学んでいるとは、父として嬉しいよ。He was blushing. Yeah, he was blushing. トゥアハーデ寮、改めて見る俺の住む世界。Oh, oh my. Yeah. Yeah, that's OP. Before the telescope was invented? That's incredible. Or,
visors. これがドゥアハーデの魔眼。いずれこの施術も教えよう。いつかルーグが自らの子供に行うのだから。はい、必ず受け継ぎます。Oh, he's gonna have many children. 朗報がある。朗報？ From many different women too. Especially if that harem's anything to go by. しかして魔法の師匠が見つかったのですか？うん。来週には先生が。Roxy. 出迎えの準備に専念しなさい。先生に失礼のない。It's gonna be a woman.、はい、What the frick? Mom, why are you doing? Why are you embarrassing me in front of my audience? Yeah, you're giving the game away. Nah, she wants a daughter. No! Like, change! Oh, I think she has something planned. Or maybe that's the... Okay. Yeah. This might be on purpose. Right. Oh! Her! From the beginning. Episode 1. Picone からしたら Tour Hard は恩人だもん。その子が私の弟子になるわけだね。So has to keep up. 男のこと聞いてたけど、僕は男になっていますよ。この服は妻の趣味です。昔からあの人は、それはそれとして、魔法を覚えるにはこの子、same hair, same eyes。ディア様と同じく天才です。あ、petition。あなた今私の方こそまだ子供だろうって思ってる。Like Roxy。ムハンメア。Little temper tantrum. Whoa! That's incredible. That was really well animated. If you guys enjoyed the video, make sure to hit the like button and subscribe. The discussion video is going to be up above in the card, in the description, or the pinned comment. And check out this video right here.